幾何学様式は古代ギリシアの陶芸で幾何学模様を多用した壺への様式であり暗黒時代後期の紀元前900年から紀元前700年にかけてのギリシア美術史上の時代区分であるその中心地はアテナイで英華界の島々との交易によって各地に広まった元気科学様式時代の陶器の形状はそれまでの自然主義的で流れるような未経年様式とは異なり 厳密で単純な形状となり、表面を水平な装飾体に分け、そこに同心円や半円などの幾何学模様をカリパスで彫り込んで描いていた。幾何学様式前期になると陶器の背が高くなっていき、装飾は陶器の首から胴体の真ん中あたりまでに限って施されていた。下の部分は薄い粘土層で覆われていて、調理のために火にかけ続けると色が黒くなって、 金属光沢を帯びるようになっていた。気化学様式を代表する模様であるギリシア雷文が装飾に用いられるようになったのはこの時期である。気化学様式中期には縞模様をつけることで装飾体の幅が広くなっていき、ギリシア雷文が模様として最も多用されるようになり、特に取っ手の間に配置されたメトープと呼ばれる重要な部分を占めることが多くなった。幾何学模様のある 紀元前8世紀頃のアンフォラ幾化学様式中期の技法は、紀元前8世紀に入っても使われ続けたが、いくつかの工房ではさらに装飾を増やし、首と下部に動物を描き、中間の主要部分に人間を描くようになった。これが幾何学様式後期の始まりであり、アテナイのディーピューロンでは、墓の記念碑として大型の陶器を置く風習が生まれた。その大きさと完璧な仕上がりから、 ギリシア幾何学様式の最高到達点とされている。それらの主題は、第二横耐えられた遺体と死を痛む人々、名誉の戦車競争と共に墓地に運ばれる遺体、ホメーロスの女児詩から題材を取った同様の主題が主となっていた。人間や動物は、暗い光沢色で幾何学的に描かれ、それ以外の部分は、ギリシアがみなり分、うねうねとした曲線、円。 万字などの模様で覆われていた。その後、葬儀の光景を描くことが減っていき、構成や幾何学模様の配置がより自由になり、動物や鳥、南線、狩猟を描いたり、神話や上地史の場面を描くようになり、幾何学様式がより自然主義的な表現へと進化することになっていく。幾何学様式後期の特徴的な例として、投稿アリストのすすの現存する最古の署名入りの、 陶器がある。イタリアのチェルベーテリーで見つかったもので、オデュッセウスが仲間と共にポリュペーモスの目を潰す場面を描いている。紀元前8世紀中頃以降、ギリシアと東方の接触がより密接になったことから、ライオン、ヒョウ、想像上の生物、ローゼット模様、唐草模様、ハスの花といった新たな衣装が陶器の絵にも導入され、陶芸の質を向上させた。 このことにより、コリントスにおいて東方化様式が誕生することになった。ディピロンの陶器幾何学様式の陶器は、その表面をいくつかの水平な帯に分けていることを特徴とする。その帯ごとに、シグザグ線、三角形、ギリシアガミナリブンマンジなどの幾何学模様を描いている。幾何学模様と同時に、人間や動物を様式化して、 描くようになった点がそれ以前の元気化学様式と異なる。この時代の現存する陶器の多くは、葬儀用で、特に貴族の墓の墓標として機能したアンホラが重要である。中でもディピュロンマスターと呼ばれる絵付け師の手によるディピュロンのアンホラが有名である。この時代の模様の基本は、直線的なデザインである。ギリシア雷文は、水平な帯状に描かれることが多く、 主題に装飾を加える役目を果たしていた。アンフォラやレキュトスで絵が描かれたのは主に首と胴体の部分で、単に装飾を描きやすいというだけでなく、陶器の背の高さを強調する役目もあった。人物像が描かれ始めたのは、紀元前770年頃のことである。男性は逆三角形の胴体に花と思われる、突起のついた卵型の頭で、もむやふくらはぎは、 棒のように描かれている。女性も同様に抽象的に描かれている。女性の長い髪は一連の線で描かれ、胸は脇の下の膨らみで表されている。ありがとうございます。